トーヌクレオチドは、大社における担当の活性型である。トーヌクレオチドは、グリコシル化では、糖の供給源となり、この反応は、グリコシルトランスフェラーゼによって触媒される。オリゴ糖の同化作用と、トーヌクレオチドの役割は、1950年代に、ルロアールラが、グリコシルトランスフェラーゼを発見したことにより、明らかになった。 グリコシルトランスフェラーゼは、グリコシル元をトゥーヌクレオチドから、受容体に転移させる酵素である。グリコシル気供与体として作用するためにはその担当が、高いエネルギーを持たなければならないため、トゥーヌクレオチドとなる必要がある。このトゥーヌクレオチドは、ヌクレオチド3リン酸とグリコシル1リン酸との反応で合成される。動物には、グリコシル気境体として九種のトゥーレオチドが、 存在し、ヌクレオシドの違いによって分類することができる。植物及びバクテリアでは他にも多くの糖が用いられる。特に七人にリンサングルコースとチミジンにリンサングルコースが自然界に多く見られ、他にも多くの CDP、TDP 等が共用体ヌクレオチドとして存在する。 デレック・ホートン、ザ・デベロップメント・オブ・カーボハイドレート・ケミストリー＆バイオロジー、カーボハイドレート・ケミストリー、バイオロジー＆メディカル・アプリケーションズ。一、二、八、ドイ。十点。一、零一六。b。九百七十八から零から零八から零五四八一六から六点零零零一。x。コールド・スプリング・ハーバー・ラボラトリープレス・エッセンシャルズ。オブ・グライコ・バイラジー。 セカンドエディション、ハットサミュエル・ジー、リーブス・ピー、バイシン・サシス・オブ・オー、アンティ・ジェンス、ジーンズ・アンド・パスウェイズ・インボルブド・イン・ヌクレオチド・シュガー、プリカーサー・シンセシス・アンド・オー、アンチゲン・アッセンブリー。カーベ・ハイドア、レス、338、2539、ドイ、10.1016、J ケアーズ、2千三3 0 7 009、プミド146712、シュエ、 mhe d h a n g w e n l y u formation of unusual sugars, mechanistic studies and by synthetic applications, n e ンヌレブ i イテ m 71 70、701から 754? ありがとうございます。